こんにちは、フェルナンドこと竹谷です。大台ヶ原2日目、早起きしてダイヤモンド富士を見に行く予定でした。それが雨。晴れ男を辞任する私ですが、さすが本州最多雨地域です。それでも雨具を着て出かけました。それではどうぞ。7月3日日曜日、雨です。結局ダイヤモンド富士は次回にお預けとなりました。とりあえず朝食を食べて考えましょう。しとしととした感じの雨なので、レインウェアで秀ヶ岳に向かうことにします。登山口を8時スタートです。大台ヶ原全体の地図ですが、赤枠で囲ったところを行きます。大台ヶ原は車で簡単に来れてしまい、秀ヶ岳までも約1時間です。そのため安易に考えている方も多いかと思いますが、標高1695m の山です。装備はきちんとしなくてはいけません。当然ですが、雨の日はレインウェア必須です。歩き始めると早速丹那沢ふたぎが迎えてくれます。遊歩道がしっかりしていて、さっさと歩けてしまいます。途中からコンクリートの石段になります。雨にもかかわらず意外と多くの人が来ています。展望が開けました。晴れていれば海が見えるという展望台です。やはり何も見えません。毎回違うね。頂上はこの先です。秀ヶ岳頂上です。標高1695m です。約1時間で着きました。ここが奈良県と三重県の県境です。地図は上が南になります。東方面は大杉谷方面になります。山頂展望台からも何も見えません。富士山が見えるという案内看板があります。この時期、富士山の向こうから日が昇り、ダイヤモンド富士となります。巨木が倒れ、そこからまた新しい命が成長しています。真崎峠に向かいますが、木道が整備され、晴れていればハイキング気分です。鹿の影響がわかる表現にブラウジングラインというのがあります。樹木の下枝の高さが揃っているのがわかるでしょうか。鹿が首を伸ばして枝葉を食べたからだそうです。木道がずっと続きます。観光客が大勢訪れるわけです。真崎峠に来ました。頂上から約25分です。時間は途中道草をしているので目安です。で、この辺は頭皮のこう少しずつ持ち上がって、そう。昔は鬱蒼とした苔むす森でした。伊勢湾台風などによって大量の樹木が倒れ、森の中に光が入り込み、苔類が衰退しました。代わってミヤコザサが増え始めました。そんな植生の中の木道を歩きます。
さすがにこの天気では他に人はほとんどいません。動物の足跡の看板があります。ここは動物の泥浴び場で、転がって背中の虫を取ったりしている場所です。今までの自然を再生しようという試みが行われています。森の中に戻ってきました。しかもいろんな方法でコミュニケーションをとっているようです。まさきが原に来ました。9時40分です。観察用の木道があります。都笹と立ち枯れした頭皮が広がります。これが現在の大台ヶ原の風景となっています。今日は尾鷲辻から中道を通って駐車場に戻ります。こちらは大蛇倉方面ですが、またの機会にしましょう。木の花の案内看板です。整備された道を歩きます。この近辺は苔がきれいです。雨の森は奥が霞んで幻想的です。でも笹の進出も見逃せない状態です。雨だと苔も生き生きしているように見えます。苔は日当たりが悪く、湿度が高いところを好むようです。セイタカスギゴケです。流れヒキガエルです。雨のおかげで出てきたのでしょうか。毒のある植物の案内です。技術的に言えば、かわいいね、どうかいいとこないかな。これで変だ。木の枝に丸く苔がついています。大台ヶ原の笹の解説です。笹は他の植物を成長しにくくし、森林の更新を妨げる原因になっています。昨日宿泊した宿に戻ってきました。訪問した場所と時間を入れました。途中道草しているので時間は目安です。駐車場は霧の中です。昨日と比べると閑散としています。大台ヶ原ドライブウェイも霧です。下ってくるとそこは植林された吉野杉の林です。またループトンネルを通ります。道を外れて秘湯に向かいます。吉野川に架かる橋を渡ります。温泉は茶色く濁っており、登山で疲れた体に心地よい。温泉の名は塩の葉と読みます。休憩所から見る吉野川と先ほどの橋です。お昼に鴨そばをいただきます。これが美味しい。
これで名古屋に帰ります。下界は曇っていますが雨は降っていません。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。